皆さんこんにちは、メルです。ちょっと遅くなってしまったんですけども、2019年明けましておめでとうございます。遅くなったし、本当に動画もね、毎回お久しぶりですって感じで撮っていて、いつもね、これからは上げるようにしますって言っていつも結構間が空いちゃうんですけど、ちょっと今日も空いちゃったんですけども、今年もぜひよろしくお願いいたします。いや、ちゃんと今年はね、しっかりと上げていこうと思います。本当に、目標っていうか、気づいたらですね、チャンネル登録者数も10万人を超えててびっくりしたのと、10万人も登録者数がねいてくれてるのに、こんな動画のね頻度っていうのがマジで、あ、やばいと思いまして、ちゃんと上げようと思いました。はい、なんで今年の一つ目の目標はもうそれ、動画をちゃんと上げる。もうね、最低でも週に2個くらいは上げようっていう目標にします。あとはね、ライブ配信とかもちょこちょことしていけたらいいなと思います。あとは最近なんか自分の中で体型への考え方っていうのがちょっと変わってきてて、なんかこう、前はお尻をこうボンって大きくしてみたいな、ムチっとした体になりたいみたいな感じがあったんですけど、最近ね、でも本当になんかマジで変わっちゃって、ちょっと今なんかかっこいい系みたいな体に憧れっていうか、なりたいなって思ってるのがあって、結構お尻の大きさとか、あの美尻は絶対キープするのは約束なんだけど、腹筋をしっかりと綺麗に見せるとか、あとはくびれの差をねお尻とつけるみたいなのにハマってて、今までのね結構ムチムチしたね体が好きっていう人からしたらね、ちょっと痩せすぎじゃないみたいに言われたりするんですけど、今の目標的にはもうしっかりと腹筋を割るっていうのがね目標にして、最近はワークアウトしたりとか、食事もう食事の内容もかなり変わったんですよ。結構昔はあんまり気にしてないって言ったらあれなんですけど、そこまでこうストイックになって食べ物とかを制限したりしなかったんですけど、最近結構自分の中では、前はこういうの食べてたけど今はもう全く食べないみたいなのも増えたりして、そういうのもですね、ちゅうちょいですね上げていこうと思っております。はい、まあとはね、で今年もね多分アメリカにまたちょこちょこと行くと思うので、その時またですねアメリカの生活の動画とかも上げようと思います。はい、ということで2019年はね、いろんなことに挑戦したいと思っているので、今年もぜひぜひ、よろしくお願いいたします。ということで、今日はですねちょっと挨拶だけになっちゃったんですけども、これからもよろしくお願いします。はい、今日も見てくださってありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら高評価、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また見てください。バイバイ。